マジックポーション出ました。黒い斑点とかも入ってるんですけども、うん、比較的体が白いダンゴムシ、人工苔みたいなことね。はい、少し雰囲気出るのかなと。ああ、でも確かにね。ごめん。ごめんごめん。どうも、昆虫ハウス101ボイス八丸です。そしてカメラマン平久さんです。お願いします。いや、全然ね、張り切りすぎて。違います。髪の毛ちょっと切っちゃいまして。いや、切ってるね。だいぶ短くしたんで、思ったより体が素早く動いてしまって。そんな毛量多くなかったよ、もともとが。いや、素早く動いてしまった。いや、お前の意思や。速さとかじゃなくて殴ろうとはしてるやん。おしゃれな髪型って。おしゃれじゃない。ありがとう、うん、この髪型にしてくださいってね、いつも声でお願いするとマジで 2,3 回は確認されるから。これで本当にって、うん、どう、何進んだらセーブできませんけど、いいですか。ラスボス前だだぞ、この髪型。マジで以上で終了です。いや、違うわ。全然違うか。先週ポケモンバトルで終わってるね、今再生数。その直後これだと終わるから。今回ですね、はい、そんなおしゃれな髪型のハチマレがやるおしゃれなダンゴムシの飼い方。おしゃれな飼い方。おしゃれと思えんねんけど、こいつが。ダンゴムシちゃんを飼うケースっていつもクリアスライダー使ってるんですよ、はい。まあ、飼育もできるんですけど、うん、よくそのダンゴムシ飼う人で聞かれるのが、うん、増えすぎちゃったら困るみたいな。ああ、まあそうね、はい、増えること多いです。あんまりその繁殖を目的としない、個体を数匹だけで楽しむ人にも本当にふさわしいような飼育環境ですね。おしゃれ飼育環境ですね、はい。それではやっていきたいと思います。はい、目をかっぽじって見てね。うわ、おしゃれじゃない。使う飼育容器はこちら、クリアキューブ。確かにこんな球体状の。球体ではないだろ。球体じゃない、立方体、はいはい、立方体ですね。この中に入れていくというわけなんですけども、うん、これがね、あの100円ショップで売ってるんですけど、へー、これだけだとね、ちょっと空気穴がなさすぎて危ないので、ね、これにまず穴を開けていきます。なるほど。ハンダコーティー。ハンダゴテ大丈夫、使えるの。これはね、大変熱いので気をつけください、皆さん。うわー、うわー、密閉性が強すぎるとそれはそれダメらしいので、9つぐらい穴開けましょうか。9つの穴を開ける、はい、こんな感じで、はい、9つの穴を、はい、開けてやりました。あとは各面に5、4、3、2、1。台数作ってるわけじゃないの、はい、床材を入れていきます。床材を入れていきましょう。使う床材こちら、ピートモス。ピートモス。それを入れていく、こちらはトロフネです。舐めるよ。はわけわからんて。おしゃれ。これはただしね、うん、ちょっと下地というか、ほうほうほう、あ、2層にするので、ピートモスがオンリーではない、はい、ね、で、加水していくと、はい、シュッシュと、これがね、いいですね。足りないなと思って、これ触り心地から始まるレベルだとね、そうですね、まあ、もう少し足りないっていうのが分かると思う、はい、女性をね、うん、扱うようにこうやってバラバラにしていく。怖い怖い怖い。ごめん。怖い怖い怖い。そんな粉状になる女性見たことないけど。有志女子ないよ、はい、ここに入れていくと、さあ、ここではね、手で入れ方はね、こう優しくね、全然おしゃれじゃない入れ方ですけれども、まあ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 、そうですね、完成形がおしゃれであれば、片爪までいかないけど、ある程度しっかりとも固め、ちょっとはちょっと固めぐらいでいいかな、うん、で、ここにですね、はい、腐葉土。腐葉土、餌にもなるし隠れ家にもなる。なるほど。それをそうですね、まあ、まぶす、ほうほうほう、まぶしていくと、下地にしっかりとしたピートモス、加水したピートモスを入れることで保湿性が増すと。そうですね、加水させていきます。ここはね、おしゃれに仕上がりを求めるがゆえにはね、そう、気になっちゃうんだよね、うん、お、匂い、お、食べた、え、まあ、いいね、食べた。スープスパの味がする。いや、おかしいよ、絶対配合間違えてるわ。じゃあグリーンモス。グリーンモス、人工苔みたいなことね。はい、少し雰囲気出るのかなと。まあでも確かにね、生のやつだとね、枯れてしまったりとかして手入れが大変そうなんでね。はいはいはい、まあ、あくまでも雰囲気作り、雰囲気作りです、こんなのは。おしゃれってそうだから、結局、うん、意味ないからね、あんなのは。自己満アンチおしゃれでもあるんだよ。おしゃれがゆえにアンチおしゃれでもある。おしゃれを作るも破壊もする、俺は。あ、でもまあ普段のケースよりはおしゃれだ。おしゃれな、そうね、普段より、そう、普段と比べてね。カトルフォーン、脱皮を助けるんですよ。はい、カルシウムを取ることで脱皮をするエネルギーを蓄えるって感じですよね、はい、上に振ってこの、あ、なるほど、あまり粉、もうちょっと入れてあげて、あ、魔法の粉ね。コンクリートブロック。コンクリートブロック、結構クオリティ高いんだよね、これも100円で、ね、おー、なるほどね、はい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 、はい、
コンクリートブロック、コンクリートブロック、インテリアオブジェクト、インテリアオブジェクト、機器の乗ってるあれ、まあ、本気ね、うん、そうとジビを叩くやつ、いや叩いてないよ、はい、そんなシーンないかい。この世界ね、でかいぞ、意外と入らないか、ちょっとじゃあ変えます、スコッペ、スコッペ、あ、そっちの方がぽいじゃん、こっちの方がぽいか、うん、どっか刺しとく、それともなんか横置いとく、あー、でもなんかマスターソード感出すためにさ、突き刺してもいいんじゃない、突き刺しとくか、うん、あー、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、はい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 、かけられたスコップ、無造作に置かれるか、こんなとこに、捨てた観葉植物やこれ、廃墟ね、テーマは枯れてないの、すごっ、強いこいつ、これもね、ちょっと深さがあるんで縦にしとくと危ない気がするので、はい、あ、確かにね、ここにちょっと肉用土入れるだけ、あ、いいやいいや、クッションにもなるし、うん、あとなんか雰囲気も出るし、ね、雰囲気出るよね、上からもちょっとまぶしたりしてもいいんじゃない、未だかつてないほど、はい、80の中ではおしゃれではある、おしゃれではあるでしょ、うん、あると思う、この規模でダンゴムシ飼えるのもいいかなという、いや、いいね、はい、あ、すごい、餌をちょっと入れていくんですけども、はい、普通の熱帯魚の餌とかだとちょっとね不自然なので、うん、はいはい、はい、こちら乾燥のクワの葉、お、クワの葉、はいはい、こういうね葉っぱを食べるんですよ、へー、だからちょっと少し砕いてあげたら空間の、そうですね、イメージを崩さずに餌としても使える、なるほど、確かにね、この世界に溶け込んでるね、溶け込んでますね、そしていよいよこの中に入れるダンゴムシでございます、はい、ある程度丈夫な子にしようということで、はい、オカダンゴムシ、その中でもマジックポーション出ました、黒い斑点とかも入ってるんですけども、うん、比較的体が白いダンゴムシ、白いダンゴムシの方がこういう茶色い場所で生えるんじゃないかなということで、確かにね、見栄えはしますね、はい、4、5匹入れときたいな、そうね、はい、多すぎてもっていうのもあるし、はい、まあ、5匹ぐらい、まあ、結構いるね、入っていって、おお、あー、いいね、あー、でもいいや、悪くないんじゃない、悪くなさそうですよね、ほんとマジで俺の割にはしっかりとしてるはずだよね、うん、小道具じゃないけどね、うん、アイテムがあるだけでちょっとおしゃれな感じ出るもんな、ダンゴムシがもう結構姿隠しててね、もっとあれなのかね、物がなかった方が鑑賞目的にはなったのかな、まあそうやろうな、ごちゃごちゃはしてるからな、いや難しいな、この腐葉土をね減らしすぎてもあれだから、そうだね、だから実際にちゃんとダンゴムシが育ちやすい環境で、なおかつ、うん、そういうレイアウトを考えるのは難しい、ね、難しいな、塩梅が、まあでも餌とかを腐葉土の上に置いときゃ、うん、それ食べに来るときだけでもね見れるのかな、でもいいんじゃない、こういう観察してて、まあ、どこにいるんだろうっていうのを探すのもまた一つ、なるほどね、かもしれないし、ね、確かに、まあ、だから結構できるだけ派手めな色のダンゴムシとか入れてもいいかもしれないね、うん、分かりやすいよね、目立つやつを、はい、はい、終了です、で、あ、ごめんなさい、蓋を閉じるまでが遠足や、あー、遠足だった、これ完成でございます、できました、おしゃれな空間ですよ、できましたよ、これはその100円ショップのセリアっていう場所に、はい、このこういう系のものがいろいろ置いてあったんで、なるほど、トータル3、400円でこれできちゃうんでね、確かに実際そうです、そう、普通なんかケース1つ買うぐらいでもういけちゃうんで、はい、はい、ぜひね皆さんもこれやってみてください、はい、この動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします、ご視聴ありがとうございました。